Hello and welcome to Global Ice。 私はマネックスグループのイエスパー・コールです。今年もよろしくお願いします。今年は虎の年ですね。だから今日のテーマは3つの T、Triple T。これはどういうことであると、やはり外国人の投資家は今日本の市場に対しては関心は高いけれども、トリガーポイントはあまりない。だから具体的には何が起こるか、何を見てるか、これはその3つの T。これはトヨタ、東芝、東京。3つの T、トヨタ、東芝、東京。最初の T はトヨタ。トヨタは素晴らしい。どうしてもですね、去年、新しい成長戦略を発表しまして、よし !2030 年まで EV15 台を発表します。そしてその15台の写真、そのコンセプトも出してくれたんですけれども、だから今年のテーマは、やはりトヨタの EV 成長戦略は、これは現実的、リアル、できるか、最初のモデルローンチはいつやるか、そういうことですごく大切なことであると。2番目の T は、これは東芝。これはちょっとトヨタの逆なんですね。やっぱりトヨタは前向き成長戦略を発表して、逆に残念ながら東芝が成長戦略よりまず分割しましょう。でもこれはやっぱり外国の投資家はあまり評価できない。なぜかというのは分割するということであって、1と1と1。これはいい会社になるか、いい製品が出してくれるか、いい経営戦略がやってくれるかということで全然わからないということであると、だからこそ今年のテーマは、東芝は本当に分割ではなくて、ちゃんとした成長戦略を発表してくれるかということになるんではないかと思います。そして最後のテーマは、これは東京です。これは非常に important。非常に大切なことであると、東京ではご存知な通りで、今 2,3 年間では住宅地、不動産価格はちょっと回復の局面に入りましたんですね。あちこち港区や渋谷区でもうバブル時代の坪あたり最高単価を超えたらしいわけなんですけれども、これはすっごく大切なことであって、やはり東京発、日本は30年間であった逆資産効果から良い資産効果へ向かうか。だから今年の最後のテーマは、東京の不動産価格、特に住宅地価格はもっと上がるか。そういう透明性が出てくるんであると、やはり日本の根本的な逆資産効果を廃止して、デフレ脱却は見えてきたんではないかということであるわけなんですけれども。繰り返しますけれども、テーマは3つの T、トヨタ、成長戦略をちゃんと実現できるか、東芝、分割政策をやめて、ちゃんとした成長戦略をいただくか。そして、東京発、日本列島の逆資産効果は、良い資産効果には上がると、そういう透明性が出てくるんであると、間違いなくて、外国の機関投資家は喜んで、日本市場に、投資するんではないか、私はと思っているんです。ありがとうございます。マネックスグループのイエスパー・コールです。後ほどグローバルアイスに見ていただきたいんですけど、ありがとうございます。